イキンマン、私お腹すいちゃった。バーリシーさ、命の重さよ、さまきったさ、手に旅を行く、鉄火の魔女、いいわよ。バイキン、あたいが本物の鉄火の巻だよ。ご挨拶どうもありがとう。僕アンパンマンです。それじゃあ最初はサンサン体操で一緒に体を動かそう。ミュージックスタート。手拍子し、今日はみんなに新しい仲間を紹介します。鉄火の小牧ちゃんです。えっへん、生きれいなせな鉄火の小牧とはあたいのことさ。今日はこれから大好きな牧お姉ちゃんがみんなにおいしいおいしい鉄火巻きを振る舞うんだ。で、あたいはそのお手伝いをするのさ。うわあ、みんな喜ぶね。さあ、あたいはこれで鉄火巻き、鉄火巻き、おいしいおいしい鉄火巻き。いってらっしゃい。後で遊びに行くね。それじゃあ、僕はパトロールに行ってきます。俺様お腹ペコペコ。鉄火巻き、鉄火巻き、おいしいおいしい鉄火巻き。はひ、鉄火巻き、うん、ちょっと待て。ん、今おいしい鉄火巻きとか言ってたな。そうさ、これからみんなに鉄火巻きを振る舞うんだよ。鉄火巻き、おお、俺様ついてる。鉄火巻き、俺様に食わせろ。早く。まだないよ、これから作るんだよ。じゃあ作れ、今すぐ作れ。あんた、あたいの鉄火巻きが食べたいのかい。そうだよ。本当に食べたいのかい。そうだって言ってるだろ。本当に本当にあたいの。もう早く作れ。やめろ、バイキンマン。弱り者いじめは許さないぜ。カレーパンチ。ドワー、バイバイキン。大丈夫かい。何すんのさ。え、せっかく鉄火巻きを作ろうとしてたのに。あ、だいたいあんた誰
俺はカレーパンマン。君は？あたいは生きでいなせな鉄火の小牧だよ。小牧ちゃんか。そうか。なんでそんなに怒ってるんだ？そっか、お腹が空いてるんだな。よし、俺のカレーをごちそうするぜ。カレーなんていらないよ。鉄火巻きの方が美味しいからね。ふん。おいおい、俺のカレーは最高に美味しいぜ。いや、鉄火巻きの方が美味しいね。いや、カレーだって鉄火巻き。二人ともどうしたの？アンパンマン。カレーパンマンが鉄火巻きよりカレーの方が美味しいって言うんだ。鉄火巻きの方が美味しいに決まってるよ。いや、カレーだって美味しいよね。なあ。まあまあ落ち着いて。いけない、早く巻きお姉ちゃんのところへ行かなきゃ。じゃ、鉄火巻き、鉄火巻き、おいしいおいしい鉄火巻き。小牧ちゃん、どこ行ったんだ？巻ちゃんと一緒に鉄火巻きを振る舞うんだって。ふん、よし、こうなったら俺のスペシャルカレーを小牧ちゃんに食べてもらうんだ。そうすればカレーがおいしいって分かってもらえるからな。そうだね。そうと決まったらカレーを作りに行ってくるぜ。カレー、カレー、おいしいおいしいカレー。僕もマキちゃんのお手伝いに行こう。私お腹空いちゃった。俺様も。おっと、そういえば実はね、ゴニョ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 。うわー、ドキンちゃん、鉄火巻き食べたい。よし、町の鉄火巻きは全部俺様たちが独り占めしちゃうぞ。独り占めしちゃうぞ。そうと決まったら早速レッツゴー。手伝ってくれてありがとう。みんな、マキちゃんの鉄火巻き楽しみにしてますよ。ああ、嬉しいね。バイキンマン、鉄火巻きはどこよ？まだ作ってないみたいだな。へえ。ゲゲ、アンパンマン。マキお姉ちゃん。コマキちゃん。遅れてごめんよ。よく来てくれたね。今日はよろしくね。勝手だい。さて、今ある材料じゃ足りなくなりそうだ。小牧ちゃん、あたりちょっと材料を取りに行ってくるから、ここを頼むよ。任せてよ。ちょっとどうすんのよ。そうだ、いい作戦思いついたぞ。え、なになに？あのね、ゴニョ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 。ふんふんふん、面白そう。俺様天才。もう早く行くわよ。どうあら。よし、じゃあまずはサンサー体操だ。それじゃあみんなも一緒にやろうね。サンサン体操、ミュージックスタート！
みんな上手だったね。体動かすのって楽しいね。じゃあそろそろパトロールに行くね。ありがとうアンパンマン。はあ、楽しみだな。マキお姉ちゃんの鉄火巻きは本当に美味しいんだよ。みんなも食べたらほっぺが落っこちちゃうんだから。小牧ちゃん、お待たせ。マキお姉ちゃん、おかえり。あれ、材料は？え、あ、まあ、そんなのどうでもいいじゃないか。ほーん。ねえ、鉄火巻きまだ？もうちょっと待ってて。うん、誰だい？あたいの友達のどまきちゃんだよ。どうもどまきちゃんです。よろしくね。今日は鉄火巻きをいっぱい食べちゃいます。鉄火巻き最高。そうかい、たくさん食べておくれよ。さ、まきお姉ちゃん、鉄火巻きをどんどん作ろう。あたいも手伝うよ。それなんだけど、ん、今日はこまきちゃんに作ってもらおうかなって思って。え、あたいが？あたいたちが美味しいかどうか食べてあげるから。え、やったー、あたい嬉しいよ。でもなんかすごくドキドキしてきたよ。さあさあ早く作ってきて。勝手だい。よろしくー。
りカレーは最高ね。そうだろ。か、いいな。俺さ、あたいも一口カレーが。マキお姉ちゃん、何言ってんだい。あたいの鉄火巻きをもっと食べておくれよ。もう今度こそ頼むぞ。おかわり。ああ、まだまだあるぜ。はい。マキお姉ちゃん、お待たせ。いただきます。あー、おい、この鉄火巻きご飯と海苔だけじゃないか。入れ忘れちゃった。いい加減にしろ。あたい、まだ修行が足りないね。全然足りない。そうだ、マキお姉ちゃん、お手本を見せておくれよ。え、あたい、マキお姉ちゃんが作るところをよく見て覚えるからさ、おいしい鉄火巻きを作っておくれよ。え、お、いやいや、それはお願いだよ、マキお姉ちゃん。お願いだよ。あたい、今日はちょっと調子が悪くって。おいおい、どうしたんだ。小牧ちゃん、待たせたね。マキお姉ちゃんが二人。しまった。カレー美味しい。どっちが本物のマキお姉ちゃんなんだい。みんな、どうしたの。ゲゲ、アンパンマン。マキお姉ちゃんが二人いるんだよ。本当だ。あたいが本物の鉄火の巻きだよ。なんであたいと同じ格好をしているんだ。ほら、小牧ちゃんの鉄火巻き、あたいが食べてやっただろう。あれ、なんかみんなが知ってるみたいだよ。そうだ、会場のお友達に聞いてみようよ。そうだな。みんな、どっちが本物のマキちゃんか知ってる？こっちのマキお姉ちゃんが本物だと思うお友達。はーい。なんかあんまり手が上がらないね。じゃあこっちのマキちゃんが本物だと思うお友達。はーい。うわー、たくさん手が上がっているね。じゃあ本物のマキお姉ちゃんはこっちだね。ということは、バイキンマン。あ、しまった。そして、え、私。あんたはドキンちゃんだね。あらら、そうです。けー、そうだったのか。よくも騙したね。私、お腹いっぱいになったし、もう帰るわね。ごちそうさま。バイキンマン、あとはよろしく。ドキンちゃん。くぅ、よくもこんな鉄火巻きを食べさせたな。はぁ、あったー。くぅ、覚えてろよ。マキお姉ちゃん、ありがとう。あんたたち、大丈夫だったかい。いや、全然気づかなかったぜ。ごめんよ、マキお姉ちゃん。みんな、無事でよかったね。ああ、さあ、鉄火巻きを作る準備をするよ。
俺たちに任せろ。余計なお世話だよ。チャンス。危ない。おっと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 。ありがとう、助かったぜ。なあこのバイキンマキスは水鉄砲にもなっちゃうんだもんね。いくぞ、必殺泥水鉄砲。あそれ、うわ、あそれ、あそれそれ、うわあアンパンマン。なアンパンマンを倒したぞ。俺様最高。やったやった俺様やったやったやった俺様やったやったやった俺様やった。顔が濡れて力が出ない。アンパンマン、見たか、このバイキンマキスの威力。ジャムおじさんに知らせて。ああ、任せときな。バイキンマン、俺が相手だ。何言ってんだい、あたいが相手だよ。そんなもの、こうだ。小牧ちゃん、危ない。カレーパンマン、大丈夫か。あ、ありがとう。くぅ、みんなまとめてやっつけてやる。やめるんだ、バイキンマン。なあ顔が濡れたアンパンマンなんて怖くないもんね。アンパンマン、新しい顔だよ。な、何？あ、ありがとう。ま、待て、こっちには行かせないよ。キャー、かな、しまった。100倍、アンパンマン。くー、おじゃまむじめ。小牧ちゃん、行くよ。あいよ。はー、せーの、たー。うわー、今だよ、カレーパンマン。お、まだまだ、バイキンパン。ダブルパンチ。うわ、バイバイ。みんなどうもありがとう。これで無事にみんなに鉄火巻きを作ることができるよ。カレーパンマン、あ、さっきは守ってくれてありがとう。それとカレーのことを悪く言ってごめんよ。いいってことや。あの、あたいもカレーを食べていいかい？もちろんだぜ。やったー、ありがとう。よかったね。あ、でも一番おいしいのは鉄火巻きだからね。もう小牧ちゃん。あれ、そこにいるのはバイキンマンとドキンちゃん。あんたたちも鉄火巻きを食べなよ。いいのか。その代わりみんなで仲良く食べるんだよ。やったー、ドキンちゃんも食べます。ドキンちゃん、さっきあんなにカレー食べたのに。だって、鉄火巻きはまだ食べてないもん。あたい、これからもいっぱいいっぱい修行して、巻きお姉ちゃんみたいに美味しい鉄火巻きを作れるように頑張るよ。ああ、さあ小牧ちゃん、手伝っておくれ。